天皇は南北朝時代から室町時代にかけての南朝皇族、歌人。小村上天皇の第五王子で、長圏天皇、五亀山天皇の弟と推定される。母は不詳。出家後の道後は、軸源。法意味名は、恵み本。雲子と合した。捨てし、成地王母昌平十六年、公安元年摂津住吉安宮で誕生する。 若年から火災を認められたらしく、天寿元年、令和元年の500番歌合わせには、弁内氏の各品でで営、ほどなく新郎宣言を受けて、兵部教に任じられる。おじむねなが新郎に付属して、新馬は下州先進の名目的統括者となり、自身も同州に五州に衆した。やがて出家して、臨済州仏皇派に属し、軸元絵本と合したが、終焉の地をめぐっては、 スオ説と伊勢説に分かれる。スオ説によれば、王永六年十月に起きた、王永の乱に際し、大内義弘に報じられて境老城戦に参加した、ものの、十二月、義弘の戦死を受けて、スオに敗走、翌七年二月放戦時に入り、同時に重視して、王二十一年九月公居したという。しかし、スオ説は、南朝編年記略をはじめとする近世の属書にしか、 見えないもので、直ちに真を置くことはできない。現在の南洋寺室町記の文芸研究が、進展した昨今では、異ス説が有力である。下校の時期は特定できないが、具体的な足跡としては、欧英30年3月に伊勢栗麻相の南洋、寺泉正案で、新馬和歌集を書写したのを皮切りに、11月富屋の古今和歌集中に、自身の中説を過失し、 ついで同32年12月、北畠近房の先日にかかる古今州女中を、諸者、同34年7月自らも古今州小中を先日し、翌象徴元年6月。以後の消息は明らかでないが、そのまま南洋寺で皇居したと考えられ、現在も近隣の民家には死生の墓と伝える五輪塔が残る。 上記の活動から察するに、前奏の経歴を踏まずに、余生を和歌の道に託したのだろうが、新馬衆以後の佳作は一種も残っていない。しかし、市政の著者した新馬衆や理科衆は、大内氏に送電され、その文芸活動に少なからず影響を与えた。市政の総下降説が生じた背景には、このような事情も一端にあろう。ありがとうございます。